今日は5月1日月曜日です。朝の10時10分ぐらいです。1週間ぶりに、仕事に戻りました。1週間家でずっとコロナにかかって、家で寝ておりました。まあ、おかげで、出っ張ったお腹がへっこんで、ちょっとスマートになりました。せっかくダイエットができたので、もう太らないように、気をつけてこれから生活したいと思います。どこでそのコロナをもらったのか全然わからないんです。人混みにも行かないし、不思議に思っております。でもまあ、回復したんで、やれやれと思っております。それでは今日からまた元気に、タイニーハウスプロジェクトスタートしたいと思います。まあ、軽い咳はまだ出てますが、まあこのぐらいはどういうことはありません。お休みしている間電気屋さんが来てこのブレーカーをつけてくれました。まだ関西電力が来てないので電気は来ていません。5月8日か10日かなぐらいに、電気が通じるはずです。 ここで電気が来たらいろいろ便利になります。
だいぶ綺麗になってきましたよ。今日はここが全部綺麗になるかな。ここが綺麗になったらここは汚くなるけどもしょうがない。では今から久しぶりにローズメアリーに行ってきます、久しぶりにローズメアリーに来たので、スジハンバーグ定食と後でホットコーヒーを頼みました。久々の美味しいご飯にありつけます。入れてくれてます。それでは午後のお昼から戻ってきました。ここをやりたいと思います。
銅を発見して、この蓋を戻したいと思うんです。こんなに深い井戸です。ちゃんと水があります。で、この1枚を戻すために一生懸命やってたら、あじゃば、またこれが外れてしまいました。あじゃば。もう疲れがどっと出ました。この大きい石を紐かけてあそこへ戻そうと思って、でもこの部分は綺麗になりました。あ、もう4時頃になったので体力が持たないので、もうこのままにして帰ります。以上です。 Thank you for watching。 あ、しんど、 exhausted。